はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の65周年記念で、ゆうこお姉さん、おさむお兄さんと一緒にどんな色が好きということですね。作詞作曲も坂田おさむお兄さんとなっていますね。ゆういちろうお兄さんがとても嬉しそうに一緒に歌っているのが印象的でしたね。どんな色が好きは今後も歌われていくと思うので、とても楽しみですね。はい、今日はお母さんと一緒の65周年記念、どんな色が好きについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。